皆さん毎日水を飲みますよね。水を飲まないと生きていくことはできないです。2018年火星に液体の水が見つかったということで話題になりましたけれども、水は私たちにとって大変重要な液体です。ただその水の実態は H2O ですよね。これです。なぜ私たちは H2O を必要とするんでしょうか。で、面白いことにこの水の水素をメチル CH3 に置き換えたメタノール、これを大量に摂取すると私たちは失明してしまいます。で、もっと面白いことにもう一個炭素をつけてエタノールという分子にすると、これはお酒の原料になるんです。で、さらに面白いことに D2O、 これは重水というんですけれども、水の水素の質量が2倍になっているような水、これも大量に摂取するとやはり毒なんです。水がなぜ生態物質にとって重要なんでしょうか。こういった問題を解決する強力な研究手法にコンピューターシミュレーション、分子シミュレーションという手法があります。それでは皆さんにいくつか分子シミュレーションの動画をお見せします。高校の教科書を開きますと、水というのはこのような水素結合構造を取ると書かれているんですけれども、実際にシミュレーションをしてみますと、このようにですね、水は水素結合を組み替えながら3次元空間を躍動しているということが分かります。ここでポイントなのは、水というのはものすごくこう揺らいでるってことです。で、この揺らぎが生態反応において大変重要であるということが徐々に分かりつつあります。それでは次に硫酸の分子シミュレーションの動画をお見せします。硫酸が水中でこのような乖離反応を行うということは皆さん高校で習うんですけれども、真ん中に H2SO4 が置かれて周囲に水が配置されています。で、ここに注目していただきたいんですけれども、 OH というのはこのように振動してある瞬間に水素が引き抜かれて乖離が起こるわけです。で、これもまた周囲に水がこう揺らいでいるから起こる反応なんです。で、皆さんこの動画を見てコンピューターで化学実験がなんとなくできると直感的に感じていただければ幸いです。実験では分子というのは直接見えないんですけれども、この分子シミュレーションと双方的に活用することによって実験だけでは分からなかったことが分かってきます。あなたも分子シミュレーションしてみませんか。